皆さん、はじめまして。役者で歌手としても活動しております、江藤彩です。今日からですね、YouTube のスタジオサンチークチャンネルで、私のコーナーを不定期に配信していきたいと思っています。皆さんどうぞお付き合いください。タイトルは江藤彩の独り言でいきたいと思います。実はですね、最近私引っ越しまして、この辺ですね、ずっと実は段ボールだらけなんですけども、なんとかこの素敵な壁、ここだけはですね映せるので、今日はここでね、ちょっとなんかお話ししたいと思います。ですね、1回目の今日はミニアルバムの彩りについてお話しします。でね、結局宣伝かよっていう、まあ第1回目なんでね、宣伝させてください。こちら、あやと書いて彩りというアルバムですね。ミニアルバム1月に出したんですけれども、こちらなんと4月1日から、全国流通発売されました。ですね、全国のレコード店とかですね、そこでこちらの CD 買えます。ネットでも買えるのかな。なので配信もね、ダウンロードしてくださった方、 CD 買ってくださった方、ありがとうございます。皆さん買えるのでお願いします。でこちらですね、7曲入ってるんですけども、まあ中身いろいろです。80年代のバンドブームのね、思わせるような懐かしい曲とか、ジャジーな大人の曲とか、いろいろ詰まっております。でなんとこちら歌詞カードあるんですけど、これはね、買った人にしかわからない特典がついてます。というのは、まあ、これ話しちゃうと、ちょっとね、もったいないので、ぜひ買ってくださった方、隅々まで読んでみてください。仕掛けがあるので、分かった方はコメントしてください。お願いします。はい、あとですね、また宣伝になっちゃいますけども、ラジオ番組ですね、ゲスト出演させていただきました。八王子 FM の最新インディーズ楽曲情報番組 DC チューンズという番組でですね、シンガーソングライターの中谷隆博さんの番組でして、こちらで約1時間の番組ですね、楽しくトークさせていただきました。こちら放送が、4月13日月曜日の夜11時55分です。で再放送もありまして、4月17金曜日の深夜の1時から1時55分八王子 FM で来てますので、こちらアプリをダウンロードすると、あとリスラジというアプリですね、ダウンロードすると全国どこでも聴けるそうですので、皆さんぜひ聴いてみてください。ごめんなさい、なんかね、今日宣伝しかしてないんですけども、まあ第1回目なんで、これからいろんなですね、私の素顔というか、もう何でもね、さらけ出していこうかなと思ってますので、まあ気まぐれに配信していきますので、どうぞ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でお別れいたします。さようなら。